電球ナギは、電球ナギ目ギムノウトスカ電球ナギ属に分類される、甲骨魚類の一種。南アメリカのアマゾン川、オリノコ川両水系に分布する、大型魚で、強力な電気を起こす魚である。多くの人間にとって、この電気は危険である。電球ナギ属エレクトロファースは一属一種のみが分類されている。制魚は、全長2.5メートルに達し、 電球うなぎ目の魚の中では最大種である和名にウナギが入っており体型は細長い円筒形であるがウナギとは体の構造や生活史が異なり全く別の仲間に分類される大型個体は丸太のような体型であるが頭部は上下に尾部は左右に平たい全身はほぼ肺褐色で白っぽいまだら模様があり尾に行くに従って反転が小さくなる 喉から腹にかけては体色が淡く、大々色を帯びる。目は小さく体化しているが、側線が発達しており、これで水流を感じ取って、周囲の様子を探る。肛門は災害直下にあり、他の魚よりもかなり前方に偏る。ヒレは胸びれと尻びれしかなく、長く発達した尻びれを波打たせて泳ぐ。なお、電球なぎ目の魚は、前だけでなく、 後ろにも泳ぐことができる。分類上は一族一種で、キムノオトスカに組み込まれているが、他に独立したか、電球なぎかを設けてその階に置く、分類施設もある。ウィキスピーシーズの情報は、前者説を、イタスの情報は、後者説を支持している。南米北部のアマゾン川、オリノコ川両水系に分布し、この水域では、頂点捕食者の一つとなっている。 池や流れの緩い川に生息する夜行性で昼間は物陰や泥底に潜む夜になると動き出し主に小魚や小型哺乳類を捕食するまた空気呼吸をする魚でもありエラがあるにもかかわらずたまに水面に口を出して息継ぎをしないと死んでしまう逆に言えば水の交換が起こらない池や淀みでも酸欠にならず生きていくことができるこれは温度が上がるほど 溶存酸素量が少なくなる熱帯の水域に適応した結果といえる。電気うなぎの発電機関は筋肉の細胞が発電盤という細胞に変化したものである。数千個の発電盤が並んだ発電機関は体長の5分の4ほどあり、肛門から後ろはほとんど発電機関と言って良い。この発電機関は等速がプラス極、をの方がマイナス極になっている。 発生する電圧は発電盤一つにつき約0 1 5トに過ぎないが数千個の発電盤が一斉に発電することにより最高電圧は6 0 0トから8 0 0ト、電流は 1A にも達する強力な電気を発生させることができるただしこの高電圧は約1000分の1秒ほどしか持続しない電気うなぎはもっと弱い電流の電場を作ることもでき 弱い電場を作ることにより、濁った水中で障害物や獲物を探知していると考えられている。しかし、1分以上も電気を発生させ噛みついてきた海満を感電死させたという報告もされている。実際に感電するのは体に触れた時であり、電気ウナギがいる水槽に人がそっと手を入れるくらいであれば深刻な感電はしないなどといった俗説は事実ではなく実際に 水族館では水槽に電圧計を設置し観客に見せているところも多い。電圧計は9 0 0トに達する場合もある。発電するには筋肉を動かすのと同じく神経からの指令を受け ATP を消費する。そのため疲れたり年老いたりしている個体ではうまく発電できない場合もある。またそれは疲労した状態に追い込めば比較的安全に捕獲できるということでもあり。 水面を棒などで叩いて、電気うなぎを刺激して発電させ、疲れて発電できなくなったところを捕獲する漁法がある。電気うなぎの他にも多種多様の発電魚が知られているが、これらの発電の主目的は主に身辺に電場を作って周囲の様子を探ることにある。ただし、電気うなぎは他の発電魚よりも強力な電気を起こせるため、捕食と自衛にも電気を用いることができる。 獲物の小魚を見つけると体当たりして感電させ、麻痺したところを捕食する。また、大きな動物が体に触れた時も発電して麻痺させ、その間に逃げる。古くは、アレキサンダー・フンボルトの記録にあるようにとかする。人間や馬がうっかり電球なぎを踏みつけて感電する。事故が時折起こるが、中には、寝室イドを起こした例もあるという。馬は、感電死することがあるが人間が死亡するほどの、 強さではない。水中で感電すれば、歴史の原因となりえ、いずれにせよ危険ではある。なお、発電時には、電球なき自身もわずかながら感電している。しかし、体内に豊富に蓄えられた死亡組織が絶縁体の役割を果たすため、自らが感電死することはない。本種以外で、比較的よく知られている発電量を挙げる。なお、いわゆる電気クラゲは、 触手の毒針に刺されたことによる痛みを感電の衝撃に例えたものであり、電気を発しているのではない。ありがとうございます。